カーブして2番の江本が抑えて小峰は車を引きました。そして4番村上が3番手の外、小峰を抑える形になって赤番1コーナーから1センター、4番村上が抑えている、7番小峰がその内側で粘るような感じで3番手以降並走から4番村上が仕掛けてきました。4番村上が先行を変わって7番小峰は6番手からになるか、2番江本が中段になって7番小峰は6番手、4番村上先行で3番菅野、8番鈴木、2番江本中段、7番小峰は6番手、まくり勝負で最終回、主導権北日本勢、4番村上、3番菅野、8番鈴木が続いて、2番江本4番手、7番小峰6番手で、2コーナーからバック、小峰が先に動いてきました。合わせて江本のまくり、3コーナーのカーブ、2番江本、番手の横まで行っていますが、2番江本、菅野が牽制してもつれました。菅野が牽制した、横のまった、4番村上、番手から3番菅野、3番菅野が差し切りました。ゴールイン、2着争いどうか、6番木村が上がったか、8番鈴木との争いです。